はいどうも、ハムスターです。今回はですね、こちらまたね、100均のセリアさんでちょっと見つけて買ってきたんですけども、これいいなと思ってね、増やせる収納、ポーチの中に入れて使うセクションファイルでございます。こういった感じでね、ポーチの中にね、これ入れて仕切り付きポーチに変身っていう代物なんですよ。パッケージはね、こんな感じです。こんな感じでございます。100均でもね、売ってるあの B6 サイズぐらいのね、ポーチに、まあ、ぴったりサイズだということで、ちょっとね、開けて見ていきたいと思います。よっ、はい、中身はね、こんな感じです。この半透明のね、こういった感じのもので、はい、サイズの方がですね、縦が 12.7cm で、横が 18cm となっております。で、ね、この材質なんですけどもね、原料樹脂ポリプロピレンとなってますね。はい、ちょっとね、透明でこう見にくいかもしれないんですけども、こんな感じで、ここにね、インデックス4つねありますね。で、まあ、大きくね、このポケット、フリーポケットがね、大きいポケットが1、2、3箇所あって、で、最初のね、このポケットの内側に、ここにね、ガードポケットがね、4枚分あります。こんな感じになっております。そして、まあ、こういったね、B6 サイズぐらいのこのポーチにこれをね、入れる。すると、まあ、こんな感じで中にね、こう仕切りができて、整理整頓しやすくなりますね。ちょっとね、ものによってはこのインデックス部分がですね、ちょっと頭出ちゃうんでね、キュッとしてね、これちょっと押し込むような感じで締めないと頭ね、引っかかりそうですね。これ、こんな感じで入ります。これなんかだとね、若干ね、ちょっとね、頭引っかかっちゃうんでね、うまく入れないとダメなんですよね。それかね、ちょっとここ頭切るかですね。はい、実際にね、こんな感じでカード入れてみると分かりやすいんですけど、こんな感じでね、入ります。カードはね、4枚入って、で、このね、ちょっとここにはね、今入れてませんけども、このポケットの部分にはね、こういった感じで、まあ普通にお金入れても大丈夫だと思います。こんな感じでポケットがね、3つあって、で、前の部分にはカードが4枚入ります。こうやってね、仕分けできるようになるのはいいですよね。使い勝手良くなると思います。で、B6 のね、ポーチに入れると、こんな感じになります。はい、あとですね、これ今発売中のモノマスターの6月号の付録のね、これショルダーバッグなんですけども、これにもね、入るんじゃないかなと思って、ここのね、ポケット、こんな感じで入れると、
ちょっとね、このインデックス部分がね、飛び出しちゃうんですけど、まあ、このままでもね、キュッとこう、押し込めば、ぴったりね、入りますね。気になる方はね、こう上切ってもいいと思うし、こんな感じで、さらにね、ポケットが増えて、細々とね、したものをこう整理整頓できていいんじゃないかなと思います。メインのね、こっちの大きなね、収納の方にも、まあ、こんな感じでね、入れても、もうこういったね、細かいものをこう整理整頓するためのポーチにしてしまうのもいいんじゃないかなと思いました。はい、今回はですね、セリアさんで見つけてきました増やせる収納、ポーチの中に入れて使うセクションファイル、こちらの紹介動画でございました。お近くのね、セリアさんに立ち寄った際はぜひチェックしてみてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてツイッターの方もね、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた。